皆さんこんにちは。前回やっと火山の目の前までたどり着くことができました。ただでさえ暑いのに火山ってどれだけの暑さになるんでしょうか。私花なので普通に枯れますよ。僕も豆だから普通に茹でられるよ。このパーティー草タイプが多すぎて火山が完全に弱点なんだけど。というか溶岩なんて初めて見ますよ。ほんと落っこちたらただじゃ済まなさそうです。溶岩に落ちたらお尻に火がついて飛び上がって溶岩の上を駆け回ることになりそうですね。それマリオギャラクシーの溶岩じゃないですか。普通の人はマリオみたいに軽傷で済まないからね。普通の人が溶岩の上を進むってんならこれを使わないと。お、それはマイクラのストライダー。もちろんみんなの分もあるよ。明らかに弱ってるの混ざってるじゃないですか。なんなら子連れの個体もいますよ。え、上に乗ってる子供なんてやっつけちゃえばいいでしょ。マイクラでは結構当たり前のことだけど生き物に対してやっていいことじゃないからね。じゃあ仕方ない。他に乗せてくれそうなモンスターを探そう。誰か私たちのこと乗せて。いやそんな簡単に集まってくるはずが。って普通に集まってきてる。火炎耐性がないやつばっかじゃねえか。俺に任せておけば安泰だぞ。いやまず熱風あなたはアウトですよ。あなたは火炎無効でしょうけど私たちは丸焦げですよ。僕は受けるので任せてください。いや多分あなたはたどり着く頃にはトーストになっちゃいますよ。まあ俺に任せておけ。デビルは体が小さいからセタに任せたらお前らもデビルも危ねえぞ。まあ確かに。ちょうど女の子に乗ってもらいたいと思ってたんだ。大丈夫、優しくしてやるから。お前それ下ネタの方だったら消し殺す。いや大丈夫本当に。これはやっぱりデビルに任せるとしましょうか。僕に任せて。僕は体小さいけど数集まればきっと溶岩も越えられる。おお、それは頼もしい。じゃあ私たち乗るからしっかり構えててね。了解。は、女の子を乗せる？おや、デビルの様子が。いや何何この演出。これは進化だね。条件を満たしたから上位のモンスターに進化するよ。なんでこのタイミングで条件が満たされるんですか。いやちょっと待て、あの姿見覚えしかねえよ。キャンセルキャンセルキャンセル、ビビ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 ビ。あ、これ多分もう手遅れだね。おめでとう、デビルはインテリデビルに進化した。ふざけんなよ、バカげてるぜ。もちろん乗せてあげますけど、その時体の一部に触れてしまってもそれは不可抗力ですから、苦情は受け付けませんからね。殺す。いや、ちょっと待って。火山は暑いから心配でついてきちまったぜ。いやあんたが来るともっと蒸し暑くなるんですよ。ボムッス、火山の警備してるっす。って地味にこのモンスター初めてだね。明らかに炎に触れちゃダメな姿しているのに火山に生息してるんですね。まあボムって爆発しなきゃいけないみたいなところあるんで、ただやはり溶岩だらけのこの環境なので毎日数体のボムが犠牲になっております。いやあなたたち早急に火山から出た方がいいですよ。せっかく枝豆来ましたし人場一体しますか。前回思いっきり不発してたけどね。いつの時代でも注目を集めるためには物で釣るのが有効だよ。物で釣る？ほら、ここに台本用意したからこれ読んで。プレゼント企画、いいねとリツイートしてくれた方たちの中から抽選で3名様に任天堂スイッチをプレゼントいたします。ありがてぇ。完璧でしょ。いやでもなんかスッキリしないなこれ。仕方ないよ、実力だけで注目を浴びるのは難しいから。なるほど。よし、人数を減らして抽選で選ばれる確率を上げる。じゃあファンの間で暴動が起きてる。爆発するっす。いやフレムリンまで巻き込まれた。いや巻き込まれたフレムリンかわいそうすぎる。いやー、火山にもグレムリンがたくさんいるんですね。ネフクロですら追跡をやめたのにまだついてくるんですかあいつらは。って、何この音。もしかして上？水和が落ちてきたー。いや何ですかこれ、危なすぎる。ってあれ、ヨウムとフランは？お二人は私たちの後ろを歩いていたのでもしかしたら向こう側にいるのかもしれません。よし、とりあえず石のつるはしは作ったからこれでお願い。ゲーム的にダメなんですよそれ。こっちはもう掘り進めてるよ。いやだから掘り進めちゃダメなんですって。なるほど、これは2と2に分かれてしまったんですね。正確に言えば2と 1.5 かもしれません。いや肝心の設定持ってこなくていいから。と言ってもサナエと2人ですか。よりにもよって一番ヤバい気がします。いや私は強いですからね。いやそうじゃなくてですね、まあサナエは弱いんですけども、アイドルと花じゃさすがに攻撃力絶望的かなと。あ、確かに。ここはやっぱり盗賊ですよね。お、レイムさんの盗賊初めて見ました。きっと華麗な身のこなしで攻撃するんですよね。まあそんな感じです。いや罠だらけのセコい戦法だよね。でその声は枝豆。あなたいたんですか。枝豆がいるなら安心ですね。うん、僕はこの通り無事だよ。じゃあ胴体がまず2つに分断されてる。なるほど、これが馬に課せられる分断イベントってわけか。いやそんなわけないですよ。てかなんで真っ二つになってピンピンしてんだよ。にしても枝豆のその見た目、ストライダーみたいですね。確かに足が2本でまんまストライダーじゃないですか。じゃあこの枝豆を、こうしたら。あっかっかっか、完全にストライダーじゃん。人の体で遊ばないで。てか地味にボーボボもこっち側なんですね。一応アフロは半分に分断されしまったが。いやそれしようだろ、パカパカやってんの見たことあるわ。へっへっへ、これはチャンス以外の何者でもないぜ。2対2ってことはこれで俺たちもようやく結婚ができる。2対2だからって結婚はしませんよ。そして久しぶりの罠を設置。
結婚したい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 。でもできない。いや、私たちが分断されたからってやかましすぎるだろ。もしかして分断をあなたが仕向けました？いや、分断を仕向けたのは俺たちではない。ってことは分断を仕向けたモンスターがいるってことですね。半分に分断して攻撃してくるなんて凶暴で頭のいいモンスターですね。いや、うん、頭がいいと言っていいのかどうか。とにかくそいつはヤバいやつだから、今すぐ俺と結婚しよう。ヤバいのはわかりましたけど結婚はしねえよ。お、初の相続で人馬一体です。枝豆、行きます。お、枝豆に乗って走り出しました。ってあれ、さっきまで馬の上にいたはずじゃ。ってまさかの側面に乗ってたの？じゃあ、じゃあ。ついでにサナエのために戦利品を持ってきましたよ。お、それはグレムリンのおやつ。攻撃をしつつ料理を盗むこともできちゃうんですね。かなり強力な技みたいだね。いやー、みんなとはぐれちゃいましたね。集まったばかりなのにまた離れ離れですか。いやー、みんな寂しいでしょうね。私がいなくなって先に進むしかないですよね。困るだろうな。やっぱり回復役の私がいないと。ほら行きますよサナエ。あ、はい。素晴らしい。いや、今の誰の声だよ。もしかして新しいモンスター？いやー、やはり霊夢さんとサナエさんの会話は尊い。燃えるな。うわ、なんだこいつ。マミー、なんか燃えてますけど。分断を仕向けたのも僕だ。僕は推し同士の絡みが大好きでね。それに燃えるんですわ。あ、ほら今の枝豆さんと霊夢さんの頬ずり。あ、燃える燃える燃える。見事だ。なんかグレムリンと別ベクトルでうざいなこのモンスター。あんなでかい岩を準備して分断してくるなんてどんだけ絡みが見たいんですか。私は最後を見届ける。まあ分断の犯人ってことなら容赦はしませんよ。おむす、分断の岩を落とす実行犯やってました。他のモンスターの異様に使われちゃってるじゃないですか。しかもめちゃくちゃくだらない理由で利用されてんじゃねえか。そして僕はここにスパイスを加える。いただきます。手が伸びてきた。美味しいからたくさん食べよ。ああ、私の葉っぱが。武器を失ったサナエさんとレイムさんが協力するところが見たい。さあ協力するんだ。ダメー。じゃあ、おっさんが邪魔してきた。お、ボーボボさんありがとうございます。いや、ボーボボが心強すぎる。一人だとどう考えても勝ち目がないので。自爆するしかねえ。諦めて自爆した。いや、でも全くこちらに爆風届いてないですけど。ただの無駄死にじゃないですか。なんか火山に入ってきたもののボムのせいであんま敵強く感じないんですけど。完全に難易度下げてますねあのモンスター。自爆特攻とか危険な技使ってくることもないしね。うおうおう、今度こそ二人の絡みを見届ける。今度こそ結婚する。うわ、めんどくさいのが二人。さあ、そんなめんどくさい僕たちをどう協力して倒すのか見ものですね。サナエにいいところ見せたい。かまいたち、おー、レイムさん頑張ってください。素晴らしい。こういうのが見たかった。うん、燃える。そんなことより結婚しません。おい、ゴレ。今こっちは二人の絡みを楽しんでんだよ。お前みたいな部外者が入ってくんじゃねえよ。空気読めねえからいつまで経っても結婚できねえんだよ。うるさいてめえみたいにこそこそ裏から目回してて捨てようとする陰湿なやり方の方がよっぽど結婚できねえわ。そもそも求婚してなんだ悪いんだ言ってるのこだ。なんかグレムリンとモエルマミーが戦い始めたんですけど。身のほどわきまえろってんだ。お前なんかと釣り合わねえよ。そもそも結婚とか興味ないし、俺は推しが会話しているのを見るだけで満足なんです。はいはい、よくある現実逃避ですね。実際しっかり結婚する方が社会的に価値ありますから。そうやって強がってても何にも生まないから。所詮はゲームの方だな。はい、出た。人の楽しみを価値のないものとか何も生まないとかいうやつ。人の好きなことを否定するのかよ。社会的価値とかそういうのばかり考えて人生楽しいの。人の楽しみを否定ってお前それ運命なんだからな。俺だって結婚したいと思っていて好きだから求婚してるんです。あ、そもそも求婚とかできない隠居君には想像もできないか。なんだ。こいつはまさか。いやー、なんだ。耳の間に挟まる男排除 UFO です。それでは皆様引き続き動画をお楽しみください。いやー、いろいろありましたがなんとか宿屋まで着きましたね。とりあえず私たちは休んでいますか。ヨウムさんたち大丈夫でしょうか。まあフランもヨウムも強いし大丈夫だと思いますけどね。はい、こちらヨウムチームです。なんかちょっといつもより元気だね。そうですか。まあ二人しかいないので頑張りましょう。おお。であれ、あの後ろ姿は枝豆だ。こっち側に来てたんだね。って分断されてる。え、何これ、大丈夫なの。そして後ろ足だけで動いてるのも怖いんだけど。で、鼻息語で喋れるんですか。下半身だけで話せるって不気味すぎる。いや、そもそも鼻も口もないのにどうやって鼻息語使ってるんですか。もしかしてお尻から。下品すぎますよ。いや、汚いから喋らないでください。これもう鼻息語じゃなくて血液語じゃん。いや、言い換えなくていいですから。え、血液語だね。本当に言い換えないでください。とりあえず枝豆は下品なので溶岩に沈めるとして。お、敵が出てきたよ。こちらは二人なので強敵じゃなければいいですが。いや、本当にこのモンスター何しに来たんだろう。ドミノ倒しみたいに一匹倒したらもう一人が巻き込まれてましたね。しかも私の攻撃一回で倒れてたし。分断されたといっても難易度はかなり優しめになってますね。確かに火山までの道の方が100倍きつかったよ。火山までの道は本当にヤバかったですもんね。お、また敵が出てきたよ。最初は強敵が来ないよう願ってましたが、今は手応えのある敵が来てほしいですね。お、ほら、なんか新しいモンスター出てきたよ。まあでも動画の尺的には十分だからボムさんやっちゃって。うす。あの2回の戦闘の中で私1回も行動してないんですけど。てか、なんなら敵も行動してないんですけど。だってボムのこと1回攻撃したらすぐ戦闘終わっちゃうんだもん。そして戦闘時間が短くなるせいで実況のしにくさもすごいんですねこれ。お、私回転切り覚えましたよ。お、全体攻撃じゃん。いいな。今レイムさん科学者じゃないので全体攻撃がちょうど不足してますしね。全体攻撃ないと敵がたくさん出てきたとき困るからね。でもう宿屋なんですか。あっさりすぎない。結局私何もできなかったんですけど。
お、あれはもしかして霊夢さんとサナエさんですね。お、ヨウムニフラン、早かったですね。動画の尺がそれを物語ってますよ。本当に手応えない敵だったぞ。そもそも敵に触れられてません。いや、どんだけそっちの道簡単だったんですか。おお帰り、僕の下半身。あの、普通に会話しないでもらえます。さて、それじゃあ本日はここまで。え、僕のアフロないんですけど。いや、知らないですよ。勝手になくしただけでしょうが。さて、それではご視聴ありがとうございました。